こんにちは、ディースケです。というわけで始まりました、昔懐かしいレゴブロックを紹介していこうのコーナーでございまして、本日は1984年から1988年にかけて発売されましたレゴお城シリーズブラックファルコン騎士団のセットを紹介します。1984年より中世のお城や騎士団を含んだお城シリーズがレゴから発売されました。このシリーズより城壁や馬の形をしたブロック、兜の羽飾り、旗や弓矢など中世の騎士団をよりリアルに表現できるパーツがたくさん登場しました。そして大きく2つの騎士団が対立し攻防を繰り広げていました。ライオンがトレードマークのクルセイダー騎士団と、鳥がトレードマークのブラックファルコン騎士団です。今回ご紹介するのは、白と黒のモノトーンで描かれたおしゃれな鳥がかっこいいブラックファルコン騎士団です。ライバルのクルセイダー騎士団に比べ販売されたセットの数も少なく、お城や砦のセットもやや小さい印象がありました。それでも二大勢力の一つとして君臨できているということは、少数精鋭の屈強な騎士団だったのかもしれません。それでは懐かしいブラックファルコン騎士団のセットを紹介していきます。動画の最後には紹介するセットで僕の持っているレゴもお知らせしていますので、よかったら最後までご覧ください。
ご視聴ありがとうございました。これからも懐かしいセットやレゴ最新情報を動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。最後にディースケのブラックファルコン騎士団の持っているレゴをチェックしていきたいと思います。持ってません、持ってません、持ってません。黒板を持っています。持ってません、持ってません。それでは次の動画でお会いしましょう。